さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は企業初心者でもよくわかる女性のための一番優しいウェブマーケティング概要ということについてお話をしたいと思います。そもそもタイトルが難しいという話があると思いますね。ウェブ集客とかならまだ聞いたことがあるのかもしれないですけれどもね、ウェブマーケティングっていう言葉になると、そもそもマーケティングっていうのは何なんだっていう話になるんですけれどもね、難しい言葉で言うとですね、例えば日本マーケティング協会による定義っていうのがあるらしいんで、それをちょっと読みますとですね、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であるとなっています。これ何のこっちゃってことになりますよね。シンプルに分かりやすく言うと、売れる仕組みとか、あとは儲かり続ける仕組み、その活動がマーケティングっていう言葉になるんですけれども、ウェブとかの集客とかっていうことを考えた時には、このマーケティングっていう言葉も非常によく出てくる言葉なんですね。ですから企業初心者でもよくわかるウェブマーケティングっていうのが今回タイトルになるわけなんですけれども、そもそもそのじゃあ売れる仕組みとか儲かり続ける仕組みっていうのは何なのかっていうのを、まず事業を組み立てる前にですね、知っていただきたいなっていうことが今回の一番の大きなテーマになります。はい。で、まずですね、儲かり続ける仕組みとか、売れる仕組みっていうのを考えた時に、通常皆さんがすぐに思い浮かぶのは、おそらく特に女性の場合はですけれどもね、集客に関わる部分、ここを多分一番最初におそらく考えると思うんですよ。いわゆる SNS 集客と呼ばれるところですね。特に最近で言うと手軽なところですと、やっぱりインスタグラムとかでしょうか。はい。でその次に、そうですね、人によるんでしょうけど、ブログなのかフェイスブックなのかっていうところなのかもしれません。ちょっと頑張れる人とかだと動画なんかもトライしていると、 YouTube での集客とかっていうのも考えることはあると思うんですけれども、その集客っていうのはマーケティング活動のうちの一端に過ぎないっていうか、一つに過ぎないんですね。ですから起業したての頃ですね、集客しなくっちゃっていうことで、ブログ書かなくっちゃ、インスタやんなくっちゃとかってやる方多いんですけれども、それが一体どういう仕組みの中にあってそれを使っているのかっていうことをご自身が自覚して理解してやっていかないとですね、結局無駄な活動になってしまう。もしかして集客はできちゃうのかもしれないんですけど、まぐれで、その商品そのものがたまたままぐれでとてもよくって、それをたまたままぐれで欲しい人がいてっていう、そういう再現性のない確率論のような話になってしまうと、ビジネスっていうのは再現性がないとダメなんですよね。だから儲かり続ける仕組みっていうふうに言いましたけど、まぐれあたりでポンって予約が入ったとか、まぐれあたりで、紹介で人からたまたまですよ、たまたまなんか言われて何十万の仕事取れたとか、それっていうのは事業とは言わないんですよね。継続性がないから。なのでご自身がちゃんと理解をして、こういう活動をするとこういうリターンがある、それが集客活動に関してもそうですけどね、こういう集客活動をするとこういう制約が入ってくるみたいな、それを数値とかにして自分が分かっていて活動ができてるかどうかっていう、そのあたりが一つ大きなポイントになってくるんですよね。で、シンプルに言うと、先ほど言ったようにですね、儲かり続ける仕組み、売れる仕組み作りっていうことになるんですよね。そうすると例えばですね、マーケティングっていうことを考えた時にですね、プロダクトっていう、4P って呼ばれるマーケティング理論っていうのがありましてですね、 4P、 4つの P があったりするんですよね。でそれが一体何なのかっていうと、プレイス、プロダクト、プライス、プロモーションということで、この4つの要素が必要になるんですね。製品がプロダクトの P です。価格がプライス、販売促進活動がプロモーション、
プレイス流通みたいな、まあ、こんな形になるんですけれども、エドモント・ジェローム・マッカーシーが提唱した 4P 理論っていうのがあるんですね。なので先ほど例えば女性がすぐに思い浮かべる SNS 集客っていうのはあくまでも販売促進活動の一端でしかないので、儲かり続ける仕組みで 4P プロダクトの 4P の中の、プロモーションのとこだけなんですよね。だからここを結局頑張るっていうのはもちろん必要なんですよ。販売活動とかと、まあ、流通物販とかだと流通っていうのがあるんですけども、まあ、流通じゃないにしてもどこの場所でやるかっていう意味のプレイスっていうのでも構わないんですけれども、そこの、手法がどちらかっていうとメインになってくる、フォーカスされるポイントで、ものすごくそこ皆さん頑張るんですよ。だけれどもそもそも論で言うとですね、製品と、まあ、価格と、まあ、場所、流通っていう、まあ、流通、そうですね、ちょっと教室業で言うと流通っていうのがちょっと置き換えにくいんですけれども、まあどこの場所で自分がやるのかっていうことで構わないと思います。とりあえず、例えばどうしても集客しにくい場所って自分が思ってるんだったら、自分が動いて違う場所で教室をやればいいっていう答えになってしまったりもするので、どちらかっていうとですね、一番最初にやる気なのがやはりプロダクト、製品とプライスということは、教室とかに置き換えると、まあ、サービスと価格ですね。当然そこにはどこに自分がいるのかっていうプレイス、どこっていうのも入ってきちゃうのかもしれませんけどね。それを考えた上でプロモーションがあるということなので、いきなりブログ書きましたで集客ができないっていうのは理解できると思うんですよね。だって製品とかそういうの考えていなくて、いきなりプロモーション販売促進活動やったところでですね、それはどういうことみたいな、お客様の心に響かないわけですよね。いや私自分の教室ちゃんと考えて、こういうメニューを用意してああいうメニューを用意してやってますとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、それは結局自分の中でまあ考えているところであって、市場のニーズっていうのをちゃんと調査してるかっていう話とかありますよね。市場調査してますかね。まあ市場調査っていうのは、売れる商品、売れるサービス、売れるレッスンメニューを考えた場合に、まあ、最低でも同業他社、同じエリアの同業他社の様子は知ってるべきですよね。自分の思いだけで始めて、自分の思いだけでブログを書いていてもですね、お金を払ってそのじゃあお客様、生徒さんがですね、なぜ通わなくてはいけないのかとか、そういう話になってしまいますよね。だから最低でも近隣の教室の事情は調べないといけないですね。そこと比べて劣ってる点、勝ってる点、両方冷静に把握する必要がおそらくあります。ですので市場調査になるんですけれどもね、だからそれが観光庁とかが出してるなんとかデータとかそういうものじゃなくてですね、もちろんそれも指標にはしますよ、するんですけれども、まあそういった同じ土俵で商売をしている人たちがどういうサービスを展開していて、でそのサービスができてないけれども自分はできる、そしてそれが人に求められるっていうものを探せるかどうかっていうのが、まあ、まず調査として必要な部分になるので、良いサービス、良い製品を作るためにはその調査は絶対必須になりますよね。で、その商品がサービスができたとしますよね。でそのサービスを認知告知してもらうために、まあ、プロモーションっていう活動が、そこが SNS 活動とか広告宣伝活動になっていくんですね。で女性の起業の場合にはいきなり広告費をバーンとつぎ込んでプロモーションしていくっていうのは大企業がやるわけではないので、まあ、ちょっと考えにくい、細々とっていうか大変ですけれども、まずは無料で始められるから、まあ、SNS 集客っていうのが非常にこう盛んで流行ってるわけですよね。ですからそこをやっていくにしてもですね、もともと魅力あるコンセプト、魅力ある商品メニューとかが作られてないと、いくら宣伝しても誰も振り向かないということになりますので、その振り向く
要素は一体何なんだっていう、それをやっぱり考えないといけないですよね。なのでそのコンセプトがあり、どういうお客様に来てほしいのか、まあペルソナって言葉でよく言われたりしますけどね、ある特定の顧客像、イメージ像ですね、そちらを作ると、まあ、どういう人が来てくれるだろうか、その人は何を望んでるのかっていうのを想像するか、調査するかして、まあ、作らないといけないんですよね。まあ、よく作られるっていうのは、まあ、あのデモグラフィックっていう年齢とか性別とか、あと所得学歴とかの属性情報なんですけれども、そのデモグラフィックっていうもの以外に、今はやはりその個々のライフスタイルっていうものからセグメンテーションって言って、分けていく、区別していくっていうことも非常に多かったりしています。だから、例えばその年齢に関わらず、そうですね、カフェとかで本を読むのが好きなタイプの人っていう、そういうライフスタイルで切り口を切った場合には、年齢関係ないですよね。カフェで本を読むのが、自分の読書する時間が好むタイプの人っていうことは、20代でもいるかもしれないし、30、40、50、60とかいるかもしれませんよね。で、その年齢層で区切らない場合には、じゃあその人たちはどういう商品とサービスを望んでいるのかとかっていうのをさらに掘り下げて、考えていくっていう、そういう形になるので、誰がっていうのが非常にこう考えるでは大事になってくる内容ですね。で、その人たちが、まあ、もっとすごく細かくいろいろ考えて欲しいサービスを展開する、っていうのが基本になっていくので、どういうサービスなら、どういうメニューなら、どういうレッスンなら来てくれるだろうかっていうのを考えて商品作りをする。だからここでよく、まあ、私はコンサルタントですので、皆さんのご相談とか受けるわけなんですけれども、その時によく勘違いしてるなというふうに思うのが、私は例えばこういう可愛いお菓子を作れます、だからそれを可愛いお菓子を作れるっていうメニューを作って教室をやりたいですっていうとですね、まあ自分がやりたいことをやることになるので、お客様のことをちゃんと調査をしていない状態だと、たまたま運よく引っかかればその可愛いもの作りが大好きな人とかっていうことで教室に来る人とかいるかもしれないんですけれども、その人たちはじゃあ可愛いものの中のさらに何を作りたいのかとかですね、まあ、あと美味しいっていうこの抽象的な言葉もそうです、美味しいお菓子作りができるとか、家族が笑顔になる、あなたも楽しくなる、美味しいお菓子作りとかね、美味しいは主観になってしまうので客観性がないんですよね。じゃあどういう美味しさを求めているのかっていうことですね。例えばレストランのような、ホテルで売ってるような、高級菓子をとても簡単に作ることができる、教える お菓子教室とかね、言われると、あ、そういうことなのねっていうことになりますし、そのお菓子教室一つをとってもですね、めちゃめちゃ切り口いっぱいあるんですよね。特に今教室とかが乱立してますからね。だから人に求められて、かつ自分もやってて楽しくって収益化しそうなところはどこだろうっていうのをやはり必死に考えないといけないので、さっきの 4P でいうところのプロダクトですね、ここ結構肝です。で、そのプロダクトがきちんと決まったとしますよね。そうするとそのペルソナといわれる、きっと顧客になる見込みの顧客の層の方たちに対して、一体いくらで売るのか、いくらで売ったら自分は事業を続けられるのかという、このバランスを考えて、やはり価格っていうのはつけていかないといけないので、ものすごくいい、例えばレッスン内容とかサービスメニューがあったとして、その、メニューに対して世間一般が感じている価値よりも安く設定すると、漏れなく満席になります。いわゆる私が知っている限りのお料理教室とか、パン、お菓子、どこでもいいんですけど、食べ物系の教室とかで原価率が 100% っていう、そういう教室を作れば価値はもうそこに、要は先生が教えてるとか場所を使ってる金額が入ってないので、まあ、お得感が満載になりますから、満席にはなりやすいです。
でも事業としてもしも続けていくのであれば利益が残らないとダメなので、そこの教室は趣味として動いているという教室になったりします。なのでSNS とかでちょっと告知するとすぐ満席になって、自分はもちろんそれで楽しければ全然 OK です。ワイワイ皆さんとやって楽しんでいけるっていうことでやれる教室っていうのも全然悪くないと思います。ただそれはビジネスではないということですね。はい、継続していくことを考えた場合には収益なしでは継続していくことはできないので、趣味ならいくらでもお金を使っても問題ないっていう、そういう区分けになったりとかします。ごめんなさい。皆さんが必死に集客を勉強する理由っていうのは、ちゃんと、お金が入って、まあ、自分としても社会貢献じゃないですけどね、やってるし、自分もきちんと稼げてる、家庭に対してもそういった影響力がある、そういう自分を作りたいっていう方はやはり稼いでいかないといけないですよね。そうすると、まあ、プロモーションっていうところが、まあ、そういった4P と言われるですね、プロダクト、プレイス、プライス、プロモーション、いや、これがどうしても必要になってくるということは、それをやりました、結果がどうだったか、また改善してやるっていう PDCA と呼ばれるですね、サイクルを回さないといけないわけですよね。プラン、ドゥ、チェック、アクションっていう、だからそれをぐるぐる回してやっていくっていうことですね。ですから、そのウェブマーケティングっていう言葉は、そのウェブの集客活動のことだけを思ってしまう方とかが多いんですけれども、ウェブを使ってかつ、まあ、マーケティングをしていくっていうことになるだけのものなんですよね。ですから一旦を挙げると当然ですけれども、ウェブになりますから、申し込みページ、ランディングページと呼ばれるページがあるんですけれども、そちらの出来が良くないと集客した後制約はしないですよね。でそもそも言うと、引っ張ってくるという集客力を上げるっていう部分では、SEO と呼ばれる検索エンジン、皆さんが Yahoo とか Google で探しているような、そういったものから人が来るように仕掛けをしなくてはいけないっていうこともありますよね。でさらにソーシャルメディア、先ほど言った SNS とかそういったものを駆使しながら見てもらうっていう、そういう認知活動を励まないといけないですね。あとは、まあ、ウェブじゃないリアルとかで言うとですね、ダイレクトメールを送るとか、おはがきを送るとか、そういうのもありますけれども、まあ、ウェブ上で言うと、あとは広告、さまざまな種類の広告があります。そういう広告も上手に使っていくということにはなるんですけれども、まあ、そもそもそのウェブサイトがですね、うまくできていないと、来た人とかが結局決まっていかないので、無駄打ちが多くなっちゃうんですよね。だから、その点ではウェブマーケティングっていうのは非常に便利で、失敗っていうか即効性を見ていくことができるんですよね。あ、これいけるね、あ、じゃあもうちょっとやってみようとか、これがうまくいかなかったね、直してみようとかっていうことですね。割とこうお試しがしやすい紙媒体とかに比べて、あとはすごくですね、判定速度が速いっていうことになりますよね。例えば費用がどうだったか、効果がどうだったかっていう数値化することが割と可能なので、ウェブマーケティングはそういう意味ではいいなっていうのがまず1点目ですね。で、あとスピードが速いですね。例えば、印刷物って私もねやりますけれども、チラシとか、あと今本とかも書いているので、本が出版されるまでってやっぱり1年かかりなんですよね。企画構想と自分が書く時間があって、それを出版社の方に渡した後に構成とかが入って、直しが入って、また直して戻して直して戻して、表紙を作って、でそれが OK になったら今度印刷所に回って本屋さんに流通させるみたいな、そういう手順を踏むので、ね、やっぱり1年かかりなんですよね、だいたい本私書くと。それいうのに比べるとですね、ウェブのマーケティングはよしやろうと思って、じゃあちょっと書いてみよう、何しろ広告ちょっと打ってみようって言ったら、本気で決意すれば別に5分でできますっていう時もあるぐらい手軽で、スピードがかからないっていうのがやはりいいなっていうふうに思いますね。あとは紙に比べてやっぱりローコストですよね。小規模から始めることもできます。ソーシャルメディアに関しては無料です。
インスタグラムだろうが、フェイスブックだろうが、YouTube だろうが、ブログだろうが、基本無料です。だからそれは使わない手はないです。なので、仮に使っても広告を使っても割と少額からいろいろ試していけるので、そういう意味ではやはりウェブマーケティングっていうのはいいよねっていうふうに思いますね。であと、そのターゲットって言われる人をこうマスっていう大量のところに向かって大手の企業がバッと広告を打つっていうことと違って、一人一人を対象として、例えばダイレクトメールに近いんですけども、 LINE アットとか Facebook でいうとメッセンジャーですね、個人としてつながっている場合には個人として、商品紹介をしていくことができます。まあ、ただこれがしつこいとですね、押し売りとかになってしまうので、友人関係解除されちゃったりとかね、することはあるんで、そこは注意なんですけれども、1対1っていうのが行っていくことができるっていうのもありますね。だから大きく分けて、効果測定がしやすいっていうことと、スピードが速いっていうことと、あとコストが安いっていうことと、個別にアプローチすることができる。この4つが非常にこうウェブマーケティングをする上で大きなメリットになるんですよね。ただそれを上手に機能させるためには、最初に言いましたように 4P ですね。その設計をまずするっていうことを、心がけなくてはいけないのが1点目と、その人たちが例えばウェブサイトにたどり着いた後に申し込みしやすく、そして制約しやすいっていうこのシナリオ作りですね。ここがしっかりできていないと、やはりうまく決まっていかないんです。だから勘違いをしてほしくないから強調する点で言うと、ブログを書くことが集客ではないっていうことですね。マーケティングではない。ウェブマーケティングっていうのは仕組みを作ることっていうことを一番シンプルに理解してもらって、仕組みを作るためにはどういう手順が必要なのかっていうのは先ほど申し上げましたのでね、そちらを復習しながらご自身のウェブマーケティング仕組み作りっていうのに、トライしていただければっていうふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。